平も、昔かつて15年16年に山口に在籍していました。それではスターティングメンバーフォーメーションで見ていきます。まずはホームの山口です。今シーズンも 4-3-3 がベースになるようです。ゴールキーパー吉光、最終ラインは竹岡、サンドロ。アウェーの京都の予想フォーメーション見ていきます。今日は 3-4-2-1 と予想します。ゴールキーパー清水、最終ラインは森脇、ヨルディバイス、安藤、中盤は庄司と金久保のダブルボランチ、ウィングバックは右飯田、左黒木、シャドウに中川と宮吉。2020シーズンの開幕を告げる笛が鳴らされました。 J2 リーグ第一節、レノファ山口を打ったのは山口、高高弘から左、11番の高井一馬、シュートを打っていった、サイドネット。この試合ファーストシュートは山口の11番高井一馬でした。ここから出て中に入るんですけど、ゴールキーパーがクロスのポジションをちょっと取ったんですよね、はい、でニアサイド空いたので、高井が手を挙げてボールを要求します。安西和樹、池上ジョージ、狙っていったミドルシュート、あー決まった。前半12分、2020年山口最初のゴールは背番号10、池上ジョージから生まれました。いや、キーパーの清水一旦キャッチしたようにも見えたんですが、そうサイドから受けて、でこの中がフリーというのが分かってるんですね、はい、そのまま流してシュートですね。で少し風の影響もあったか、自分の目測よりも前でこれ無回転でバウンドしたんですよね。なので清水選手もう少し上に来るという予測だったんですけど、ボールが下になってしまったんですよね。で手の下の方に赤が抜け出していく、玉木はかわした。さあゴール前には中川が上がっている。宇高が一人で行くのか、中川へのクロス、ゴール前セカンド拾った金久保、外に預けて飯田だ、ゴール前押し込めるか、ナイスキーパー吉光、最後はしっかりと抑えました。あ、さっきのとこですね、奪って逆サイドに、ここダイレクトシュートですね。そうちょっと行き過ぎたんですけど、中央には中川が待っています。そうですね、外を使いながら、そうですね、中を、はい、縦に行った、宮吉、速いクロス、宇高が決めた。いや、オフサイドフラッグが上がっている。オフサイドですか。後半10分、宇高の右足、ゴールネットを揺らしたか、ここからですよね、三好選手からですよね、はい、少し出てますね。あ、出てますね、はい、この中川選手のね、中カットインしていく、かわしにかかる、中央曽根田から宇高のシュート、本当に良さが出ましたね、今ね、ここの間でスッと今曽根田選手がここ入ってくるんですよね、相手ギャップに、はい、そこから内側に安西選手が絞らざるを得なくなったところで、外にフリーで宇高選手ですね。で攻撃も早い攻めと、あと時間を使う攻めと形で、はい、あ抜け出した、井売と1対1、清水、井売のシュート、いや絶好の追加、ね、これ1対1になって、でキーパー見て、またを狙ったんですけど、うまく清水選手が